おはようございます。ここのね、このここに3匹カエルが溜まっているわけですが、皆さんこのカエルはなんだかもちろんわかりますよね。はい、殿様カエルでございます。まあうちで飼ってるのはね、ここにも1匹いるんですよ。この子はね、すごいすごい凶暴です。でまあ飼っているわけですが、私ね、ここでもね3匹飼っているんです、実はね。はい、というのもね、私なんだろうね、殿様ガエル、この殿様ガエルを確かどこだっけな、あのほらコラボの時行ったじゃないですか、沼くんとさ、あのあそこよ、用水路、あそこで取った個体が、うおすげえ、この穴からね、ミルアーム入れれるんで、やってたんですけど、上から来ましたね。そこで取った個体がこの3匹になっています。この3匹すごい元気なんですよね。もう食ってる。早い。で、この2匹はすごい餌を食うんですが、この1匹だけね、なんか、食ってんのか食ってないのかわかんないんですよね。なんか、でもなんか腹は膨らんでるので、まあ食ってるのかな。でも目視で食ってるところに確認したのはないですね。まだ私に慣れていないようですね。うん、まあ意外と比較的赤ガエルとかはね、餌鳴らすのは結構簡単なところはありますけど、それでもマジで食いつかない個体とかいますから、それはもうどうするんですかね。これは私もあんまり絶対食わない個体とか見たことないんで、そういう時はもう諦める。うん、赤玉土強引しちゃったちゃんと出すんだ。いや、この子にね、この後ろ向いてるこの子に食わせたいんですけど、ね、食うかな、ちょっとね、マジで食ったこと見たことないんですよね。いやでもね、ミルアームを いっぺんに10匹ぐらいここにぶちまけて、その後にもう次の日には全部なくなってるんで、さすがにねえ、一匹ぐらいは食べてるでしょうと。そしてね、この私がね、蓋を開けると、飛び跳ねパーティーが始まるんですよ。いいんですけど、ちょっとね、蓋が、半分ぐらいまで開いた瞬間、もう、ジャンプジャンプですよ、もう。そして、まあまだ、私の警備でね、脱走したことはありませんが、いや、そう考えるとこのケースすごいいいですよね。絶対脱走しないもん。やばい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 、始まる、やばい、ん、なんか食ったの、なんか食ってる。ちょっと一番でかい子にあげたいんだけど、いや、お前横取りしたな、やばい、よし、危ねえ、こいつらマジで跳躍力やばいから、鼻っていうか、うん、そこら辺をぶつけるのは怖いですよね。まあでもぶつけてる痕跡っていうか、吸ってる痕跡はないのでまだ大丈夫です。全然ね、こう反応、興味を示さないんですよ。まったくだよ、俺はどうしたもんだ、どういうこっちゃ。もうミルアームも、私のミルアーム減ってきましたね。ねえ、これは市場ではあります。また買いに行かないといけない。あ、ごめんごめんごめん。パウダーまぶしちゃった。すまんすまん。
で、これで霧吹きをすると飛び始めるかな。マジで興味示さないもんな、お前。ミナーム嫌いなのかな。全然ほら どこ見てんだお前だけ。まあ、この個体はなんか他の子に比べて目がちっちゃくてね、少しだけ大人びた感じがあります。あ、やっぱ興味ないのかな。ほら全然もう他の2匹だったらもうすぐバグっていくのに全然食わない。どうしたんだお前。この子もね、来て1ヶ月ぐらいは経っているかもね。それでやっぱりこんな結構腹膨れ気味だから食ってるよ、多分食ってる。多分こいつは食ってるよ。もう飛び跳ね始めたもん。これ大波乱の始まりだ。いやほら見てください、この背中全然違うでしょ、種類によって。このね、種類によって違う模様が面白いんですよね。特にこの子とかね、この子とかもう一瞬で区別つきますからね。もう配属線がなんか変な形になってで、なんかね、配属線がなんかこう切れてる個体がいたんですよ。切れてるっていうか、うん、その子はなんかすごい弱ってるんですよ。なんででしょうね。なんかに食われたのかな、配属線を食われる。飼育環境はね、もうこんな感じです。結構雑な感じ。もうね、シェルターさえあればもうどうでもいいって感じです。もうそんなもんですよ。やっぱ殿様は、殿様飼育はこんなんで大丈夫かっていう感じです。なんでね、皆さんも殿様ガエル飼育すごい簡単なんで、皆さんも、ね、やってみてください。ということで、チャンネル登録してください。じゃあ、さよなら。電線で後ろに折る、電線で段折り、電線で中割り折り、電線で折る裏も同じ、ハサミで切る、電線で後ろに折る、目が出てき赤い。